デビューチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。舞台弱虫ペダル、今泉俊介役大田元裕です。鳴子翔吉役鳥越幸です。真奈美三角役の上田圭介です。はいはい、はい、集まりましょう。この3人が集まったね。取材してもらいましたからね、この3人で。外でね、外でね、公園来ましたね。行きましょう。天気はいい。うん、よかった。遊具とかもね、遊びましたけども、取材内容ですよ。うん、僕らのことをほじくり返すということで、うん、どっから入ったきっかけからね。そうだね、デビューですか。デビューですか。いやいや、そうそうそう、みんなの過去を話しましたね、いろいろね。そうね、そうだ、話したよね、誰のことも話して、ね、稽古中ですから、なんて言ったって。いや、稽古中楽しいですからね。ね、どうよ、3日目ですか。うん、3日目どうよ、もう。え、3日目、うん、いや、すごいよ、もう夢と希望が詰まってるよ。なんだよ、その制服長。いや、だから、ね、デビューさんもね、まあね、雑誌も夢と希望が詰まってるかけたわけね。そう、かけたんですよ。芸能界入りたい人がずっと見てますからね、ずっと。そうだね、応援したいですから。いや、もうね、やっぱね。じゃあ、トリ、なんかさ、目指してる方にさ、こう、一言もデビューをね、そう、はい、はい、なんかめげずに頑張る。はい、ということでね、はい、次です。こうなってもめげない。めげないよ、僕の心が。そうだね、はい、確かに。だって、ここからちゃんと告知します、うん、そうだね、じゃあどうぞ。舞台弱虫ペダルインターハイ編ザ・ウィナー、3月6日から東京、大阪、福岡の3都市で上演します。今回初めての福岡公演ですからね、本当に。そうだね、楽しみですよ、ね、美味しいもん食べたい。美味しいもん食べたいね。まあ確かにね、食おう、みんなで食いに行こう、うん、何、まあ、何あれ、もつ鍋とか、うん、いいじゃないですか。いいすね、例えばもつ鍋じゃないですか。もつ鍋じゃないですか。そういうわけで楽しくやっておりますよ、本当に。はい、まあね、ストーリー的にもやっといよいよ3日目を描くということでね、もうみんなもう汗水垂らしても必死に走る。垂らしますからね。ね、はい、頑張りたいと思います。はい、はい、はい、はい。そしてですね、はい、大仙集落にはですね、ライブビューイングも入る。おー、来ましたね。最近もう流行りの映画館。流行りのとか言わないで。いや、でもすごいことだよね、あれ。そう、たくさんの人に見てもいただけるっていう。前回台湾もありましたよね。そう、海外も今回ももしかしたらあるかもしれないっていう、ね、うん、いや、もう楽しみですね。はい、それでは皆さん、劇場でお待ちしてます。バイバイ。